春の交通安全運動。皆さん、こんにちは、こんばんは。前の軽トラはご婦人のようですが、煽り運転か。むちゃくちゃです。あれじゃダンプ合流できないし。なんて運転するんですかね。自分のことしか考えてないんだろうな。この時点で車種はわかりませんが、ずっとぴったりです。スピードは75キロなんですが、明らかに車間が近いです。ずっと煽られ続け、カメラを前に向ければ、やっぱプリウスだわ。捕まればいいのに。前の車なんですが、トンネルに入ったら、なんかすごかった。はい、なんかどれも片方だけ切れてます。ちゃんと点検してないと。後ろは気づきにくいよな。たまには後ろの点検もしましょうね。このおばあさん、申し訳なさそうに渡ってますが、とっくに信号赤ですからね。年配者は何でもありなのか？困ったもんです。何でもありのマーク。絶対何か起こるよな。ですがね、結局どこ見てんだろうな。渡り終わるまで待ってあげなきゃね。
は最低ですからね。スピードには気をつけよう。それでは皆さん、今回はここからおまけだ。